ひじきは、滑走類本田原か本田原属の海藻の一種で、ある。波の荒い海岸近くの岩場の長官台付近に、繁茂し、春から初夏に、放射能をつけて成熟する。日本では、古くから、ひじきを食べると長生きすると言われており、敬老の日にちなんで9月15日は、ひじきの日となっている。分布日本では、北海道から本州、四国、九州、南西諸島に、 日本国外では、朝鮮半島及び中国南部に分布する、生育環境長官隊下部から低潮船の岩上に体状分布する、分類非一貴族ヒジキアに含められていたが、による分子系統学的研究から、ホンダワラ属サーギャスサムに含められた、形態長さは 50cm から 100cm、根は匍匐し、岩上に付着する、根からは一本数本の種子を伸ばし、 種子から歯と小枝を出す。種子は円柱状で太さ3ト、mm、ルから4ト、mm、ル葉はヘラ形で葉円に巨子を持つ。日本国内で流通する食用ひじきの約90%は中国、韓国からの輸入品である。二千八年の統計では、乾物品が韓国から六十四キログラム、中国から百十三キログラム。 輸入された国内産ひじきはほぼ100%天然産だが、1990年代末頃から、長崎県、徳島県、大分県などではめに代わる産物として、養殖のための技術開発が行われ、2000年代前半には人工種苗をロープのよりに挟み込む手法などが確立され、2010年頃から市場流通している乾燥ひじきの栄養価代表地ひじきは主に、 食材として利用される、ひひじきとして販売されることが多い。ひひじきは、水で戻してから醤油、砂糖などで煮って食べる、ひじきのご目煮が一般的である。近年はひじきご飯に加え、サラダ、酢の物、天ぷらなど幅広い料理に利用されている。収穫、編集ひじきは、通常3月から5月の大潮の干潮時に、漁師やアマが磯に出て釜などで刈り取って収穫する。 地域によっては、寒中に洋画を収穫したひじきもある。ひじきは、細長い茎の部分と葉や芽のように出ている部分を分離して製品化されることが多い。茎の部分だけにしたものを、長ひじき、茎ひじき、糸ひじきなどという、芽の部分だけにしたものを芽ひじき、姫ひじき、米ひじきなどという、加工、編集加工の方法は、主に、伊勢方式と呼ばれる、乾燥元素を水戻しして、 虫縫い,いする、虫管法と、二管法に対別される。二管法ではさらに、防臭製法に代表される、制限層を二い,いする方法と、乾燥幻想を水戻しして二縫い,いする製法とに、分かれる。なお、ひじきは生きている間は、茶色や褐色だが、加工するにつれて真っ黒になる。日本食品標準成分表2015年版で、加工において鉄釜だと 58.2mg の、 鉄分を含むが、ステンレス釜だと 6.2mg と発表された。しかし、文部科学省もこれらのデータは、国産ひじきだけの数値であると発表しており、市場の9割近くを占める韓国産、中国産については、触れていない。また、現状のひじき加工の主流である虫管法では、加工時の容器の影響は受けにくいと考えられている。実際すべてステンレス窯で加工したもので、国産、 6 2ミリグラム韓国産5 9 7ミリグラム中国産5 9 9ラムとの数値である。市場シェアを加味した過重平均では5 4 3ミリグラムの値が得られる。は、発願性のある無機筆の含有率が、非時期において他の海藻類よりも非常に高いという報告を発表し、消費を控えるよう勧告した。これは、 複数の調査によって裏付けられ、イギリス、香港、ニュージーランドなどの食品安全関係当局も同様の勧告を発表した。一方、日本の厚生労働省は2004年7月調査結果のヒ須含有量からすると、継続的に毎週33グラム以上を摂取しない、限り世界保健機関の暫定的、対応習慣摂取量を上回ることはなく、 現在の日本人の平均的摂取量に照らすと、通常の食べ方では健康リスクが高まることはない、との見解を示した。また、改装中のヒ素による健康被害があったとの報告はないとした。ありがとうございます。